はいさーい、チャンプルーです。この間万病に勝つっていうことで5つほど挙げたんですけど、まあね、やり方とか考え方とかっていうのはこれは手段なんで、手段っていうのはこう無限ですよね。いくらでも変えることができるっていうことで、で言い忘れたなっていうのがありまして、まああれですよねこのほっかぶり、こう風邪とかひいた時にこれをやるとほんといいっすよね。まあね、襟巻きなんかもいいんですけど、このほっかぶりね、ほんといいっすよこれ。ほっかぶりね、これおすすめです、おすすめ。まあ自分は腹巻きはやったことがないんですけど、腹巻きもいいとかって言いますよね。腹巻きはこうやったことがないんですけど、腹巻きもいいって聞きますし、まあとにかくね、やっぱり体をね温めることがやっぱり万病に勝つ方法じゃないかなとかってね、みんなが冷えは万病のもと、冷えは万病のもとって言ってるぐらいで、なんでやっぱり体を温かくして、まあね、お茶とかコーヒーとか飲むのもいいかもしれないですね。でも夜はね、やっぱりコーヒーとか飲むと眠れないとか、お茶も控えた方がいいとかっておっしゃる方もいらっしゃいますけど、まあやり方はね、こうアンリミテッドなんで、いくらでも変えていけると思いますね。これね、手間暇もかかりませんしね、これね、これおすすめです。手間暇もかかりませんので、でまた今ね、まあ人は火を見るとね、こう落ち着くらしいんですよね。まあですからね、湯たんぽちゃんですね、これなんか楽器にもなりそうですよね。リズムがおかしいか、なんか鼻水が出てきてるんだな。風邪気味なのかもしれないですね。まあですからね、体をこう温めて、皆さんも風邪などひきませんように、ほっかぶり、まあ襟巻きとかもね、あとまあ腹巻きはちょっとやったことがないんであれなんですけど、何とも言えないですけど、腹巻きもいいって聞きますし、これは本当おすすめです。風邪をひいたらね、もうこれ一発ですわこれ。まあ、とにかく体をね冷やさないように、皆さんコロナウイルスとかね、病気にねなっちゃったら痛い思いしますし、お金もかかりますしね、健康に勝る贅沢なしっていうことでね、体をいつも温めていただいて、皆さん健康でいろいろ楽しみましょうということで、これもまた追伸でした。アンガトさんです。また野菜。追伸が多いですね。さすがです。ピュー。